はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。かなりバイトをしてですね、結構スキルレベルが1になりました。で、あとこの火山なんですけど、なんかこれね、噴火させた方がいいみたいなんで、でこの火山を噴火させるにはこの殺生石ですね、魔力が噴出するっていうやつ、これをねどんどんこなしていくみたいなので、まずはちょっとねこっちをやっていきましょう。ダージ石、殺生石、火山を封じているとも伝えられています。あ、なるほどね、ガスの量が増えましたな。ガスの流れが止まらないわ。で、なんかこれを進めていくと5行の武器みたいなのが手に入るみたいなんで、バスタードウィングになってるよな。ちょっとねバイト中はやっぱりメンバーを入れ替えたりするんで、あれモンドが入ってたか、そういえば。まあでも大丈夫でしょう。敵はレッドウィング、あーなんか引き場とかちょっとやだな。まあエリセドの将来は使うとして、こいつだな。まあ普通にハヤブサ切りでいいかな。おー、ガードナイスだ。エリセドはねやっぱ防御面を中心的に鍛えていきたいんで、二刀十字山でこいつを倒したいけど倒せないかな、防御してるから。まあ無難にこいつを狙っていくか。2ターン目からねかなり攻撃に転じることができるんで、二刀十字山これもね結構強いし、急降下いって完全に突き刺さったな。そしてこの鳥強いな本当に。ホエールフェザーショット、まずは鳥を倒して連撃を発動させよう。弓がねどうしても強い攻撃力の弓がないんだよね。流し切りもね2で使えるようになったし、二刀烈風とかもね1減ったんすよね、コストが。もう一発かかるか、よし、ナイスだ。ホエルって何？速さアップか。将来よし、これでさらに連撃が発動するはず。あとは持てる力を持って、二刀烈風剣とか1で使えるしめちゃ強えな。あとはじゃあスパイラルチャージとかもね、こういう時じゃないと出番がないからな。スイングダウンとかね、もういいかな。なるべく攻撃をさせたいみんなに。ヤマト君までもあるかな。二刀烈風剣、赤の舞。あーみんな眠ったここはまさに俺一人でなんとかするしかない。気合打ち、でもまあこれで倒せるでしょう。二刀烈風剣、だいたいみんな武器レベルは10くらいかな。火のフラックスで、術は全部スキルレベル1になったんで、まあまた将来を鍛えていけば大丈夫でしょう。
一つあるはずなんだよね、この殺生石。お、大丈夫か噴火がやばそうだな。で、あとここら辺の魔物とかはとりあえず放っておいて、こいつも放っておこう。あれ、殺生石ってもう一個なかったっけ。あ、あったあったあった、こっちだ。これも解放しよう。イージーハード、連撃、全バトルで倒して敵の行動を阻止、全バトルを異なるメンバーで戦う。イージーのところは第二部隊でいけるかな。ハードはね、さすがに全員一軍メンバーでいきたいけど、ちょっとじゃあ変えてみるか。ウルピナの代わりにこの殴るやつでしょ、ヤマトの代わりにカーンでしょ、でモンドは結局オグニアンのと変えるから、そうするとネッサ、ベアトリスかな。え、大丈夫このメンバー本当に。で陣形はまあロイヤルハーツがいいかな。カーンかモンドかネッサか、まあ、こいつはね殴りだからとりあえず上げておいて、ネッサの武器力を上げるか、これでいいかな。ああ、1体だったらなんとかなるね。まあみんな1で攻撃をしていくか。あ、待って、脳削りの方がいいな。脳削りはもともと2だったからね。この証券久々に出したな。栄翔、ほら、お、術威力が下がった。そうか、脳を削られるからか。どうしようかな。空気投げスタンすることがあるからね。あとは脳削りの先行突き。空気投げどうだ。おお、いいね、スタンした。まあ、あとは1で適当にやっていけば大丈夫でしょう。殴れ、よーし。7レベルか。こいつも7レベルか。で次がハード。ここはまた全員メンバーを変えるか。ウルピナのオグニアナの、ヤマトのツイゴールのエリセドと、まあ、これがベストメンバーだからね。で陣形はバスタードウィングで、ウルピナの長剣技を軽減しておいて、陣形で軽減されるのはかなりでかいからな。敵が多いね。どうするか。とりあえずハヤブサ斬りで防御してないやつを攻撃しておこう。で将来を唱えると、アーマーブレイク強いね。本当はな A を倒したいけど、A を倒すだけのあれはないね。防御しているから、まあ無難にゴブリンを攻撃するか。
影縫いとかね、ちょっとね麻痺できる確率が低いんで、どちらかといえば麻痺しないっていう、そんな感じかな。お、なんか覚えた。おー、来たねー。バンダライズ。これがね、マジ強い。で、将来が発動するからね、D を倒しておきたいな。兜割りで防具を防御してんのか、でも。なんかちゃんと考えてる感はあるよな。まあいいか、兜割りで火炎放射ってなんか嫌だな。ちょっと待って、兜割りスキルレベル上がっても3使うのか。ここは流し入り。まあエリセドが1回将来発動してくれれば最悪あとは死んでも大丈夫だから。東急さん将来よし、いいね。しかも2人倒したからこれ電撃が発動した。やった、流し切り。これはもう決まったかな。もう適当に攻撃していけば大丈夫でしょう。よしよしよし、これで3つ目が解放と、まあ、解放と言えるかどうかは別だけど、これハードだとねめちゃくちゃ手に入るんだよね。イージーとかさ3つとか4つとか手にしか手に入んないのに。なんか変なの手に入れたな。2個。カウンターを構えてると思ったらって言われてもさ、わかんないんだよね。それがカウンターなんだか別のなんだか。うおー、ちょっと大丈夫かこれ。なんかちょっと怖いな。いくらなんでもこの街とか大丈夫？めっちゃ噴火してるよ。とりあえずこの大蛇は放っておくとして、ちょっと一回入ってみようか。噴火だーみたいな、そんなことは全くない。で、殺傷石を3つ解放して、こいつっす、こいつ。こいつはね、ぶっ殺すみたいっすね。ほんとひでえよな。何か言いたいみたい、殺してしまおうって。きっと悪い怪物だ。人に危害を加える前に殺してしまおうって。言いがかりもここまで来ると。はなはだしいな。ノーマル、イージー、ハード。参戦か。一応リワード確認しよう。全員武器種が異なるパーティーで戦う。全バトルをっていうのかな、きついよな。全バトルをっていうのは無理だよ。虹の結晶とかすっげえ欲しいけどな。いや、それはちょっとね無理。参戦あるんでしょ、だって。とりあえず武器はね、かぶってはないっちゃかぶってないんだけど、はやぶさ切りでいいかな。ブルースライムがいるね。このスライム系やっぱりね、術で攻めないときついからな。ゲットした。まあ攻撃しないからいいんだけどさ、 B 攻撃しかよかったな。ジェラチナスバリア、これはもう B を倒しにかかろう。防御してるけどしょうがない、もうそんなの関係ねえ。カエルレインって何？
え、カエルが太った、キモーい、超強い、みんなの攻撃力が下がった、気持ちはわかる。よし、あとこのカエル、ハテナハテナハテナがあるけど、音速圏でなんとかなるかな。まあいいや、ちょっと反撃食らうのを覚悟でいくか。いきなり将来化発動するからな。ほら行け。よし、これで連撃が発動して、これでこのスライムは倒せるね。で次がイージーか。え、これどういうこと？全バトルを全員の武器種が異なるパーティーで戦う。このまま行っちゃダメなの？あ、いや、次はイージーだからね、そんなに苦戦しなければいいんだけど、どっちにしろなんかめんどくさそうだな。この B を倒しておきたい。紙って結構減るし、毒になったし。で、ここで B を倒そう。B に集中攻撃をかけて、二刀十字弾強いんだよね。まあ本来だったら3消耗するんだけど、2で使えるっていうのがかなりいいよな。これで C も倒せれば。わ、金切り小屋はね全体攻撃なんだよ。さてさてさて、じゃあ C を全力で倒しに行こう。これもね、二刀嵐グレみたいな、まあ、カウンター技だけどハマれば強いからね。ヒドブレイク使おう。まあ将来で A を倒してくれてもそれはそれでいいんだけどな。まあどっちか倒してくれれば連撃が発動すると思ったけど、両方倒したし。お、弓レベルが11に上がった。でヤマトのねヒットポイントがめちゃくちゃ高いんだよね。さすがガードキャラだけあって、どんどんヒットポイントが上がっていくっていう。324でしょエリセドとかまだ209しかないからね。さてこのハードでどれだけの敵が来るか。お、ちょっとボスキャラじゃん。そうか、それがあれか、なんか訴えたがっているって言ってたやつか。超怪しいんだけど、泉の主とか。そりゃきっとさ悪い魔物に違いないよね、こんな形してんのは。ただ1ターン目は防御してるな。敵もね、このコストみたいなのがあるからね。おお、ミスりやがった、マジかよ。あんまりミスらないけど、ちょっとミスるとな、ショックだよな。どうしようかな。ハンマーボール、失礼剣 D をバンプさせて、狙い撃ちでこいつをやって、流し切りで。そうするとな、初回の攻撃が当たってなかったのが痛いな。カエルコンボ痛い。こいつめっちゃ狙われてるし。
司令権でバンプして倒して、一応連撃が発動すると。将来が発動してくれるからな、まあ、兜割りでこいつの防御を下げておこう。二刀十字弾じゃなくて、ここはまたやっぱ失礼剣でこいつをバンプさせるでしょう。で、こっちか、防御してない方で流し切りと。金切り声を食らうとちょっと怖いな。失礼剣が入る前に D が倒しちゃうかな。どうだろう。ああ倒しちゃったね。ほら防御ダウン。でこれで C を狙えばいいのか。一応超重力に しておくじゃなくて、将来か、将来にしておくか。サモンダンスってまたちょっと謎のものを使ってくるな。継承してサモンダンス。え、ない。あー召喚するってことね。なるほどなるほど。ただこれで電撃が発動して誰に当たる？カエルかよ。ゴメク攻撃力アップか。あ、スタンした。え、これスタンしたとどうなの？うおー栄翔が打ち切られるのか。そしたらちょっと茨の呪縛でメイルストローム使ってくるわ。これこの間にちょっと待ってね、こいつを攻撃して二刀十字糸ブレイクの流し切り。いやサモンダンスがちょっと鬱陶しかったな。テストした。マジかよ。これでカシャンと。まあ2人だけどないよりはマシ。やばい、メイルストローム買ったら確実に死ぬ。混乱した。でもこれは普通に使ってくるのか。うおー混乱した、みんな混乱した。もはや誰が何を打つんだか分かんない。プロテクトしてるやつがいるし、殴るとかまあ防御が減ってるうちに攻撃するか。茨の呪縛カヨコンボ身代わり身代わりになってやられた。殴る痛い。地走りお前かー。これはねもうちょっと強い技別にないから弓は。スイングダウンかな。栄翔が入ってねえ、あいつよーし倒した。お前もまだいるんかーい。よし、このスキル おー、いっぱい手に入ったね。多量
あ、これでいいんだ。いやー、一ターンで敵3体は無理だわ。鍛冶屋によっては珍しい装備に強化できるところもある。でも虹のなんとかを手に入れたのはでかいな。お、ジャグだ。噴火してしまった。火の山へ。これ町とか大丈夫？おーい。え、なになになに、え、大丈夫？めっちゃ元気だし。そう、ロングソードとかをね、さらに進化させたいんだけどね。グラディウスとか、グラディウスは作れるのか。普通の、めっちゃ普通なんだけど。すげえ溶岩が流れてってんな。あ、こっちに流れ込んでる。ここの町とか大丈夫か。まあ、大丈夫なんだろうな。おお、なんか出てきた。謎の卵。熱で羽化するかもしれない。何が出るかわからないが、割ってしまうもの手かもしれない。割ってしまう卵、大きい。かなり怪しいですぞ。伝説に聞く獣の卵の姿に似てますぞ。戦闘か。一応リワード確認。はい、魔物の血、結構すごいね。スタン麻痺眠り、誰も戦闘不能にならない。将来でね、麻痺してくれれば超楽なんだけどな。おお、マジで大丈夫かこれ。とりあえず将来だな。オトモゴブリンって言うんだ。防御叩く2連打。とりあえずソードガードで。いやー、でもやっぱりな、攻撃しておきたい気もするな。オトモゴブリンを倒して連撃を唱えたい。おりゃー、いって、結構強い。まあ、普通の叩くだけだったら大したあれではないか。そうすると C だな。 C を倒したいね。二刀十字打って、でも防御してんのか。ちょっと待ってね。そうすると B をやって、失礼剣でこいつをバンプさせて、狙い撃ちの流し切り。これでどうだ。大胆で失礼剣で後ろにやって、まあ攻撃だけどしょうがない。でカシャンと、よし、ドラゴンに攻撃が入って、ほうほう、攻撃力アップ。あんちゃで、この C を倒したいよね。そうすると、防御の火炎のブレスか。攻撃力アップしてるんだな。兜割りで減らしておこう。二刀十字でこいつ倒せるかね。まあ、あとは将来は絶対入るな、これ。
カプト悪い攻撃ダウン離島中軸うわダメだ大して減らないな結構硬いよしこれでカシャンと連撃発動カエルのブレス特にやながやばいけどやられたかやっぱりしょうがないあとはここで畳みかけよう2等レップここでもうぶん殴るしかないバンダライズが打てないかまあしょうがないスイングダウンでいこう地走りとかはいやーなんかバンダライズの方がいいなこれくらいだったら減らせられるでしょう二刀レップ押し強いねいやーなんとかなるもんだねよいしょ何かの骨火の結晶がめっちゃ手に入ってたんだけどダメだったか誰も戦闘不能にならないのダメだったなおおこれは五行の武器が現れたドラゴンを倒したご褒美って噴火させといてよく言うよお前これはお火星弓フルみたいな弓だねツイゴールに装備させようか装備ツイゴール戦闘弓からめっちゃ強えんだけどアロレイン瞬足の矢狙い撃ち2つまだ分かんないかよしこれを装備させよういいねで火山自体はどうなってたっけ噴火したままだなというところでじゃあこの5行の武器を、手に入れましたので次回は、まあ、あの蛇を倒しに行きましょうだいぶ弓が強くなったのでこれはかなり助かるな、というところでじゃあ今回はこれで終了します最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです